はい、どうもこんにちは、ボボテッペイです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いいたします。今回なんですけども、日立利根川ね、下流部の超有名エリア、高浜エリアってとこにやってきております。ということで、まあ、基本ですね、その流れてる水門というのをやっていきたいと思っておりまして、今回もねちょっと流れてそうだなっていうことで流れてるんですけども、水門を意識してやっていきます。いい感じでね流れてるんで、ルアーはジョインテッドクロー。そのボラをね食べてるそうなんで、ボラだよっつってやっています。ある程度ね周辺をジョイクロで流してみて、ダメだったらねとサイレントキラーでやってみますけども、出てきませんね。流れが生じてるんでね、まあ、ナマズが来そうで怖いんですけど、もう常にナマズとの戦いですよ。恐怖のアメリカナマズ、アメリカナマズには来てもらいたくないっていう。結構なんやかんやでね、こう流れが生じてるんで、いてくれてもいいと思うんですけどね。ただね、もう時間的に10時ぐらいになりそうなんで、結構、いや、釣れねえんじゃねえかなっていう感じでございますけど、辛いですね、そういうところがね。あとはね、下流側に、ちょっとやってみようとは思うんですけど、何で流すかですよね、ルアーを。水はいい感じですね。ということで、内側をちょっと流してみましょう。いや、ほんとね、いつ来るか分かんないですよ、いつ釣れるか分からないって。まあ朝一はね、特にやっぱり釣れそうな気はしますけども、それ以外の時間もね、ほんといつ来るかわからない、ワクワク感がありますね。朝一だとここで釣れるだろうっていう場所でしかね、ドキドキしないかもしれないですけど、こういう10時頃とかね、もう8時以降ですね、もう最近ですと。もう感じ明るくなっちゃってね、もう釣れねえだろうっていう感じなんですけど、それでもね、諦めずにチャレンジしていくとね、逆にワクワクしちゃうっていう。ね、何にもないようなところだけど、まあ、それでもね有名なエリアですよ、日立利根川のね。でもね、やっぱり何が来るか分かんないんで、もうちょい先まで探ってみて、ちょっとダメだったらスピナーベイトに変えて、そこをボトムがどんな感じなのかっていうのをちょっと調べたいと思います。流れてる水門のまあ10メーター20メーターぐらいがやっぱり最もねこうチャンスがあると思うんで、そうですね、ここら辺から、スピナーベイトで、すごいゴリゴリするようなのであればね、ドライトリグを入れてみたりとか。いや、もう一日中ねローライトなんでね、全然ねいけると思うんですけどね、いかんせんキャットフィッシュの方がいい。なぜならスピナーベイトを完全にもう
あ、破壊されるんで一発で。やっぱ深いっすね。いいと思いますね。素晴らしい。はい、ね、水深は深いですね。2メーターぐらいあります。テトラこっちは入ってるのかな。テトラはね入ってなかったと思うんですけど、まあ、ただ今さーっと引いてきた感じ、ボトムの形状的にはもう何もないんじゃないかなってぐらいの感じですね。こんぐらいの速度、スロー、超スローリトリーブでボトムをこう感じるように巻いても、うん、何もないかなっていう。ですね、バックラッシュしつつ沖にも投げましたけど、沖も特にないかなっていう感じでございます。となるとね、やっぱりこう、ね、護岸の際の方がねハードボトムなことが多いんで、やっぱ護岸際かなっていう感じです。あんまねえな、本当に何もないですね。大したものがないです。水はいいんだけど、ベイトもいるしね、水もいいんだけど、特になしというか、やってくるとやっぱりあれですよね、その流れ出てる水門の流れと本流の流れのよれについてる魚ですよね。水門の前は何かあるね、ゴロゴロしてる、ゴロゴロっていうか、まあ、ゴリゴリ。あ、水門周辺は何か沈んでる。テトラではないと思うけど、水門周辺は何か沈んでます。とりあえず、あ、なんか要は施されてるのかな、水門周辺は。変なのにかかってる、危ない。食べた。うう、謎の布の繊維が取れた。恐ろしい。巾着みたいな、なんかゴミですよね。ゴミみたいな起こしてるってことはね、なんか不法投棄かされ、なんかされてんのかな。もうすごいゴリゴリです。怖いぐらい引っかかるやめてって。水門の前には何かがある。そして魚みたいなのが触れました。水門の前だけ浅いのかな。そうだ、水門のそんなことないか。水門の前だけ少し浅く作られてる、よくわかんないけど、そういう形状の水門っぽいですね。ボラが、ボラが元気すぎる。ボラが、ボラが1ポイントにつき1つのゴミ拾いということで、サングラスケース落としましたね、誰か。まあこれを今回拾っていきたいと思います。はい、高浜エリアということでね、いろいろやってみたんですけど、やる以前にね人がすごく多くて、もう水門にはもう全て人が入ってますっていった感じで、もう攻められる場所ないねって言った感じなんですよね。
あとはまあこういった水門周辺の斜め護岸をねちょっと、ライトリグ入れて、まあ切れ目でちょいちょいちょいってやるかっていう話なんですけども、それだとね釣りが地味すぎちゃって映えないかなといった感じなんですよね。まあ、なんですけどもね、そんなライトリグ入れたところでね釣れないです多分これ。ちょっとね減衰も入っちゃってるんで、まだ昼前ぐらいなんですけども、これからどうしようかちょっと非常に悩んでおります。はい、どうしよう、なかなかね釣れない動画ばかりで申し訳ないです。頑張ってねちょっとたくさん釣って釣れてる動画ばっかりにね彩れるように頑張っていきますので、お手柔らかにお見守りください。よろしくお願いします。ではですね、最後までご視聴ありがとうございました。ボボテッペイことボボちゃんでした。もしですね、僕のことを応援してもいいよって方はね、まだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。